松田学です。これから迎える連休、もうすでにお休みになっている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、この連休明け5月6日までですね、とりあえず緊急事態宣言の期間というふうになってまして、7日からどうするのかということをですね、最終的にはこの連休の間に政府が決定することになっています。それに向けてですね、新型コロナウイルスにですね、どう向き合うのか、何度かニュースを切りでも取り上げてきましたが、今回この出口に向けて、いろんな議論がなされなければならないと思いますので、私なりの考えを発信しておきたいと思います。なお、この議論ですね、どうも この特定の考え方以外の移設をですね、排する傾向が結構見られるようですね。例えばこのチャンネルでも取り上げてきた集団免疫という言葉を使うだけでですね、高齢者を見殺しにするのかといった、そういう議論が起こってきて、でこれは何もそういうことを言ってるわけじゃなくて、国民全体にとっていい着地をどう見出していくのかという議論の材料なんですね。ですから、いろんな方がいろんな立場からいろんな仮説を立てて、そして番組をご覧の方に、自分の頭で考えていただくための材料をふんだんに提供するというのが目的ですので、この番組でも時にはちょっと極端な議論に一般的には聞こえるかもしれない、だけども一応それなりの根拠を持っている、そういったものについては積極的に取り上げてきました。こうしなければいけないという時に それに即した議論だけをしていてはですね、時々国を誤るというのは歴史的にもですね、日本が犯してきた、事実だと思います。誤りだと思います。そういうことはないようにできるだけ、科学的な実証をですね、我々松田政策研究所としては求めているということですので、例えばですね、武田邦彦先生は相当これもいろんな批判がありました。武田邦彦先生はもう今日からで もう自粛をやめるべきだということをおっしゃってますが、そういう番組が配信されたとしても、じゃあ政府の要請を無視して自粛を やめるべきだとこっちが言ってるわけではないんですね。武田邦彦先生もそこは言ってまして、民主主義の一員としてですね、民主主義で選んだ政権の率いる政府の下でですね、要請が出されているということであれば、それに従うのは国民としての義務でありましてですね、このことを否定するものでは全くありませんので、ここでは大人の議論の場だというふうにご理解いただければと思います。で、私があえていろんな移設も含めてご紹介しているのはですね、もちろん一説じゃなくてそれは正しいのかもしれないわけなんですね。その背景はですね、ここでも何度かお話ししてきました、私 の東大時代の同級生で医学部を出て、かなり現場の臨床医として何十年も名医として活躍してきた人が、毎日臨床の現場を見て新型コロナウイルスについてですね、これはどうも日本に土着の亜種コロナウイルスで陽性反応しているケースが PCR 検査ですね、非常に多いんじゃないかということを、でも彼はですね、そういうことを言いますとやっぱり叩かれるのが分かってるんで、おそらく彼ははっきりは言いませんが、所属している病院に迷惑かけちゃいけないとかいろんな事情があるんだと思います。どうも医者の立場では言い出しにくい真実というのがあるのかもしれないと。でその話を聞いてると、私いろいろ思ったんですが、このウイルスの世界っていうのは、人類がまだわからないところが非常に多いと。人間ってのは万能じゃないわけでして、でわからないものに対して特定の断定をしてそれ以外の議論を排するっていうのは、これは非常に不遜な態度じゃないかなと。私はむしろ謙虚にいろんな議論を、出してもらって、それをじゃあ実証的に検討しましょうということを提起するのが、それが科学的な態度じゃないかなというふうに思っています。でその私の同級生の医師が言っていることなんですが、これもう一度前にもご説明しました、簡単に振り返りますと、PCR 検査で陽性反応になるケースというのは、もちろん武漢ウイルスによる重症肺炎もそうですけれども、単なる土着コロナでの風邪とか補菌してるだけとか、あるいはそれ以外の病原体によって重症化している方々も新型コロナ PCR 陽性になるケースが結構あるということなんですね。でこれはどういう、少しこの解説しますと、日本でこの偽陽性反応している亜種、これは確認されたコロナウイルスじゃないんですね。実は無数の土着のコロナウイルスがいると。でしかも武漢ウイルスが言われているように変異を遂げてますが、このコロナも変異を遂げているということで、日本人と共存しているわけですね。でこれは普通の風邪の原因になるわけなんですね。で今申し上げたように、未知の世界、大変複雑系なんだなというふうに思いますので、特定の理論で断定してはいけないなというふうに、そんなことを感じさせるわけなんですね。
でしかもこの遺伝子構造が未解明なもんですから、 PCR 検査がこの交差反応って言ってですね、いわゆる武漢ウイルスと同じような構造を2つぐらい持ってると交差反応で反応しちゃうということを聞きました。でそれがですね、いわゆる亜種ウイルスの亜種コロナウイルスの遺伝子構造が分かってないので、それによって反応してるんだっていうことではないと、それではないという断定ができないというふうなことなんですね。まあそう言われているのは確かにそうだなということです。そしてこれもご紹介しましたけれども、同じ私の東大の同級生で、今大学教授生物学を専攻しているんですが、 PCR のまさに専門家でしてですね、10年もこの研究に携わったことがあると。でその友人もこの医師の言っていることに全く同調しておりまして、でその、生物学者が言うにはですね、この非常に PCR 検査って難しい検査なんだということなんですね。でこの PCR 検査の裏表を知り尽くしていて、その検査のずるさもよくわかっているというふうに彼は言ってるんですが、プライマー設定というのはいろんなやり方があるらしくて、それがちょっと違うと全然違うものが映ってしまうというか反応してしまう。で特にこの検査技師の熟練度によって結果は全然違ってしてしまうと。みんな熟練した検査技師がやってるわけじゃないんじゃないかと。でしかも検査技師っていうのは生物学の専門家でない場合が多いんじゃないかということで、それでこの2人でですね、この PCR 検査の改善法を考えたわけですね。3つぐらい案が出てきたんですが、一番すぐにできるのが異なるプライマー設定を組み合わせてやるとですね、精度がすごく上がると。で私はこういう議論を出した時にこれも叩かれたんです。お前は PCR 検査を否定するのかと言ったんですが、私は否定してるわけじゃないんですね。今PCR 検査以上の検査がないわけなんで、これで検査するしかないんですね。でだからここで私は何を言いたいかというと、PCR しかないんだから、その精度を高めるために、私は専門家ではありませんので、この専門家がもっともっと議論を尽くしてすべきではないかということをですね、提起しているということで、その点でもこの、いろんな議論の混同があるなというふうに感じました。で日本でこの PCR 検査が少なかった理由は、ここに書いてあるようにボトルネックが3つあるということで、これは久住先生が言ってましたけれども、まず第一に誰を検査するか、検査対象をどうするかということ。2番目に、検査をするという対象が決まったときに、じゃあ検体採取ですね、検体採取にボトルネックが次にあると。3つ目に、じゃあこの検体採取したものを検査する検査機関のキャパシティですね、これもすごいボトルネックで、特に日本はこの検査機関のキャパシティがとても小さかったということなんですね。でそこでなかなか PCR 検査を政府はしないといって非常に批判をされてましたが、しかしこれそうせざるを得なかった。キャパシティがないんでですね、一番奥の方のですね、そこで、入院治療が必要な人に検査を限定せざるを得なかったという事情があったということなんですね。これもよく実態を見て議論すべき問題だったと思います。でこの検査機関のキャパシティは、例えば韓国に比べると非常に小さいわけ で韓国はご案内のように MERS の時 の経験があってですね、こういう体制を整えてたということだったんですね。でとりあえず検査機関のキャパシティをこう増やすということが決まって、でその次のネックがですね、じゃあ検体採取ということらしいんですね。で検体採取も今はお医者さんが一人一人防護服を着て、そして採取が終わったら防護服をまた脱いで着替えてということをやってるので、非常にこの時間がかかると。でこれを屋外のドライブスルーにすると、そこまで武装しなくていいんでですね、もっとこのネックが解消していくだろうということになっているようなんです。で、とにかくこの検査を改善していかなければいけないんですが、私どもがこの番組で提起している集団免疫ということですね。で私はあえてこの集団免疫という考え方ということをこう主張しているのは、この PCR 検査自体がその土着コロナウイルスに反応している場合があるとすると、そもそも日本で何が起こっているかよく分かってない、あるいはもしかすると世界で何が起こっているかよく分かってないわけなんですね。でそういう世界において、じゃあ何を考えなきゃいけないかというと、ウイルスをとにかく一匹もいない、一匹っていうかですね、一つもいない、絶滅させるということがですね、もうそもそも無理な中で、どういう着地点を探るかと
いうことをですね、これ真剣に考えなきゃいけないと。その中で出てきてる一つの有力な考え方が集団免疫であるということなんですね。でこれは別に高齢者を見殺しにするっていう考えではなくて、一日も早く収束を迎えるさせるために、の一つの考え方ということなんですね。で、これリスクがゼロっていうのは世の中にないわけなんですね。道を歩いていれば交通事故による確率がありますね、危険があります。でだからといって自動車をゼロにしろということは誰も言わないわけでして、その要するに最終的な着地点というのは、多くの人が免疫ができていて、そしてコロナウイルスにかかってもですね、それは流行として広がらない状態を作ることなんですね。でそこに向けた着地点をいろいろと本当は議論しなければいけないんじゃないかと。これは非常に真面目な議論だと思います。そしていろいろ申し上げましたが、現在の緊急事態宣言、これについてもいろんな論点がこの松田政策研究所の議論の中から出てきました。そもそも民主党政権の時の立法者の意思というのはですね、これ早く警告を出して、あとは日本人の国民性に信頼すると、現に日本は強制的な罰則がなくてもですね、結構自粛してますね。でそういう行動を促すために、だったらもっと早く2月末ぐらいに出すべきだったというのがですね、これは古川元下衆議院議員が言っていたことなんですけれども、そういうことからするとわざわざ改正する必要のない法改正をして、そして4月7日にようやく発動されるということよりも、もっと早くやっていればこんなに感染広がらなかったんじゃないかという議論も出ておりました。で体制はですね、世論の体制はやっぱり遅すぎたとかですね、それから強制力が足りないとかいう議論が結構多いようです。で中にパスカルの賭けっていう言葉がありまして、これは何かっていうと、パスカルという哲学者がいましたですね。でこの神が存在するかどうかっていうのは人間にはわからないと。でその時に、善行を積めば、もし神が存在すれば善行を積むことによって天国に行けると、でも神が存在しなくても善行を積むこと自体は良いことだと。だとしたら善行を積んだ方がいいと。でつまりこれは、今のコロナウイルスがよくわからない、どうなるかわからないけれども、とにかく最悪の事態、もうこれがもう人類を滅ぼすぐらいの最悪の事態を考えて対処しておくと、そうでなかったとしてもですね、それで結果オーライじゃないかと、こういう議論なんです。ただこれは後で言いますけれども、これ普通のことであればですね、そういう考え方は成り立つと思うんですが、この賭けをすることによって全国津々浦々全てのお店が閉まってしまうと、で経済活動が完全に止まってしまうということはそういう大きな犠牲も伴っているわけですね。で本当にこの考え方でいいのかどうかというのは、これから述べることからでも皆さんからお考えいただければと思います。そして現在行われているのは8割接触削減ですね。ところがこれもですね、これは池田信夫さんがおっしゃってましたけれども、基本再生産数 2.5、1人の人が何人に移すかという、1人が 2.5 人に移すという想定で、この西浦博さんというですね、北海道大学大学院の教授が、言ってるわけですね。でこれ別に単なる試算というか、しかも、この試算の根拠自体が正しくなくて、この 2.5 っていうのはドイツで見られた数字だということなんですね。で日本の場合は専門家会議で、一応了解されている数字が東京では 1.7 と、そして全国の実績値で見るとどうも1以下じゃないかというその下で 2.5 という前提を置いていること自体が、これ必ずしも現実と合ってないというのをこの西浦さん自体が認めているらしいんですね。8割削減じゃなくてどうも 5.5 割削減だという話があるんですね。ところが緊急事態宣言の記者会見の時に安倍総理はこの8割接触削減ということでやってるという、そういうことになっちゃってると、この専門家会議でもオーソライズされてない数字に基づいて、必ずしも科学的な根拠のない数字に基づいて、今皆さんがこの外出自粛をしているということですね。自粛をするなってことじゃないですが、くれぐれも誤解のないように、そういう今我々が状況に置かれているということなんですね。これも考えるべき論点だと思います。
じゃあただですね、このロックダウン、欧米がロックダウンしている、日本もやらなきゃいけないっていう議論もすごくあるんですけれども、でもロックダウンでは先ほど私が申し上げた集団免疫は達成されないわけなんですね。結局あの免疫はできない、感染をとにかく封じ込めると、一回感染しないと免疫できませんから、そうなってくると何が起こるかというと、ロックダウンをやりました、そして数字が下がってきました、そこで緩和しました。今欧米諸国は緩和に向かっているわけですね。現実に経済活動再開、もう中国はもう経済活動再開もかなりしているわけなんですね。でそうすると免疫ができてないので、もう一回感染爆発が起こるんですね。でそこでまたロックダウンしますということを繰り返さなきゃいけない。でこれは久住先生が言ってましたけれども、これを 2,3 回繰り返して2年程度かかるんじゃないかと、収束するまでですね。でもこんなことやってると経済社会が崩壊するわけです。この命まで奪われてしまうとか、自殺者が増えるわけですね。そういったこともよく考える必要がありますね。でこれはあのよくよく冷静に数字を見てみると、日本の死亡率はヨーロッパの500分の1から100分の1で、これ本当に同じ病気なのかという議論も出てくるような、そういう数字になってるんですね。だから日本の場合は何らかの形で自然免疫があるんじゃないかって、これはまだ医学的に論証されてないので、まあ、それを言うと前は楽観論すぎるという話になるのかもしれませんが、でも可能性は否定できないわけですね。そしてまたインフルエンザと比較しますと、インフルエンザはワクチンがあります。で今あの最終的な新型コロナの解決はワクチンが開発されること、あるいは治療薬だと言ってるんですが、しかしこのインフルエンザはワクチンがありますけれども、死亡は毎年の死亡はコロナ新型コロナウイルスの10倍だということで、アメリカでもコロナの患者は100倍、死者は3倍と。で日本ではあのこの死者が1万人のこともあるんですね。多い年ではですね、昨年は3000人ですかね。で死者1万人の年もあるのに、今年は推計ではですね、どうもこの、インフルエンザの死亡者が今年はすごく少なくて済みそうだということで、まあ、2000人というあの、まあ、推計もあるんですね。あのどうも今年1月に入ってから、あの私も昨年の12月に来年はインフルエンザ流行るよって言われましたので、予防接種というかワクチン打ったんですけども、ところが1月に入ってから日本のインフルエンザは、これから大流行だ起こるぞって言ったら全然起こらなかったと、あれっていう感じだったらしいんですね。でこれをですね、あの武田邦彦先生は、このウイルスの世界で情報交換が行われてるんじゃないかっていう、まあ、これも分かんないんですね。例えばインフルエンザ A 型が入るときは B 型引っ込むとかですね、今度は新型コロナが出てきたからインフルエンザが引っ込んだとか、でそういうことが複雑系で分からない。でもそれを否定できない現実が実際にあるということです。それからの経済危機になりますと、もうすでに足元で日本も経済危機、世界的な大恐慌ですけれども、死者が増えるわけです、自殺者ですね。でかつてあの1998年金融危機の時に、前年が全国で2万3000人の自殺者がですね、その年は8000人増えて3万1000人になって3万人台で何年も推移したんですね。これもコロナの犠牲者で、この犠牲者の死者の数は、死者の増え方、増えた死者の数はコロナの犠牲者の数よりも上回る可能性があるということなんですね。それから失われた富は戻りません。我々がこの自粛で生産活動を停止している間に、まあ、全ての富というのはですね、まあ、皆さんが国民が一生懸命働いて生み出しているものなんですから、それが生み出されてないというものを取り返すこともできないんです。この失われた時間は返ってこないんです。で、まあ、またあの自粛が終わってですね、経済活動再開だといっても、労働を2倍3倍に増やすなんていうのはこれ不可能なんですから、でこれをお金を、まあ、たくさんのマネーを各国とも日本も含めて対策やってますけれども、これはですね、この経済を崩壊させない、雇用を維持する、企業を維持するということができてもですね、富を再生するお金にはならないんですね。今を維持することにでもう精一杯ということで、お金で解決できない問題があります。で武田邦彦先生は、まあ、ヨーロッパなんかですごく流行っているところの、増加曲線の傾向値指数関数でとって、そのマックスが分かってるんで、日本はそれもずっと低いところにいますけれども、日本でどんなに流行ってもそのマックスを超えることはないから、だから1日1万人の感染者が増えたところで自粛しても間に合うという計算してるんですが、
まあ、これについても非常にいろんな批判がありました。そんな暴論言うなと、そんなの出すのは反社会的だなんて昔の財務省の私の同期がフェイスブックに帰ってきたりしましてですね、で、まあ、これも私もよく分かりません、専門家でないので断定しませんけれども、まあ、二桁邦彦先生はさらに日本とヨーロッパでは衛生観念が違うんだという話もしています。で、まあ、いろんなこの議論が出てきておりますが、ただはっきりしている問題があるんです。それは備えが不足してたということだと思うんですね。で、感染症への備えが日本は、台湾は SARS の経験でこれが備えができた、韓国は先ほど言ったように MERS の経験でできた、そしてドイツは2013年の議会報告というのがあって感染症なんか全然起こってないのに将来の感染症に備えて国家の体制をしっかりとこう確立してるんですね。これが今回ドイツはヨーロッパの中でも感染者が多くても死者がすごく少ないという状況をきちっともたらしているということなんですね。まあ、さすがはドイツ人だというふうに思うんですけれども、そういうことが日本はなかったわけですね。で普通の日本の医療機関なんですけれども、これは日本はもともと医療人材の人口当たりのお医者さん看護師数が少ないということがずっと言われてきたんですけれども、ただベッド数は十分あると言われてたんですね。ところがですね、実際には 95% ベッドが埋まらないと、収益が上がらないというのは病院なんですね。でしたがってこういう感染症の時に余裕がないと、感染症患者を1人受け入れると赤字になると言われているような話も聞きましたけれども、で普段はこういった余裕分ですね、バッファー分を、有給資産として持っておくしかないわけなんです。でそのためにはですね、そういった検査医療能力を温存するということは平時は無駄かもしれませんが、やっぱり有事に対する備えとして多少税金が高くても国民が、許容すべき社会保険料とか税金で負担するしかないわけですけれども、このコンセンサスはちゃんと取るべきだと思います。でベッド数は先進国一と言いながらですね、その中身は慢性期の病床なんかでいわゆる老人病院型中心だというふうな話がもありました。今少しこれ改善してですね、急性期用にコロナ用にベッド数増やしてますけれども、でそれから人口当たりの集中治療ベッド数、集中治療ベッド数についてはイタリアよりも少ないというのが日本の寒々とした実態だったんです。これでも現場の医療関係者はものすごい苦労しているわけですね。でこれはちゃんと備えが必要です。そして特に人工呼吸というのは人手が必要なんですけれども、機械を回すスタッフも不足していると、でマスクも不足していると、まあ、言ったこと、これきちっとした備えをしなきゃいけないなということです。備えということで言えば、まあ、法制上の議論というのもいろいろあると思いますが、もっと強制力を持ったことができるをやれるようにすべきであるとかですね、まあ、そういう議論、憲法の話もいろいろ出てくると思います。でもう一つ、この体制ですね、強力な省庁横断的司令塔実動部隊、これが日本になかったんですね。これはよく出てくるアメリカの疾病対策センター CDC 予算7300億円、人員1万3000人と、で韓国もそういうのがあります、台湾にもあります。日本の国立感染症研究所は62億円362人とアメリカよりも2桁少ないという、こういう状況なんですね。でやっぱり前回新型インフルエンザっていうのは麻生政権の時に流行ったわけですけれども、そういう時に、あるいは SARS がアジアで流行って日本は比較的大丈夫だったですが、そういう時に将来の備えをしようという議論があっても結局忘れてしまってたということが今日の、なんと言いますか、場当たり的な対応、もっと危機意識を持ったシステマティックな対応で科学的な行政の組み立てが必要になったんじゃないかなというふうに、ここだけは非常にはっきりしていると思います。さらに先ほどご紹介した現場臨床医からの声、これもすでに ご紹介したお話ですけれども、彼は日本人全員が今の PCR 検査を受けたら50から200万人ぐらいは陽性だろうと、でもちろんほとんどが土着型ウイルスの誤検出という意味だということなんですね。まあ、彼は死者が急増した欧米だって例年のインフルエンザ死者と比べてどうですか、桁は違わないでしょうと、日本はインフルエンザよりも2桁少ないですということを彼は言ってるわけです。そして肺炎というのはもともと命を脅かす疾患です。まあ、お亡くなりになった方も本当にご冥福をお祈りしますけれども、でもですね、肺炎球菌っていうのはそこら中の人がみんな持ってるものらしいんですね。
ですからこれそもそも我々が健康に気をつけてですね、免疫力を高めて、そして重症化した高齢者の方々に対するケアをですね、きちっとできる、先ほど言ったような医療体制の不備を、補っていくということが何といっても一番大事なことで、ではあるはずなんですね。でさらに続けますと、今後の対策については武漢コロナ血清療法、こういうのが一番期待にできるそうですが、ということなんですが、今抗コロナウイルス薬で抗インフル薬の応用、まあ、今応用が今すでに既存の薬を応用しようってやってますが、まあ、それもそれよりもより特異的な薬の開発が望ましいと。で現在の創薬技術はすごいので1年ぐらいで核はつくかとなればいいんですが、ただ彼はワクチンはですね、自分は受けたいと思わないと言ってまして、でこれワクチンが開発されても、実は人間それぞれ皆さんワクチンを受けて決してこの効かなかったって事例は結構あるんですが、人によっては効かないこともあるし、だからワクチンが開発されても実用化されるまでに試験を繰り返してですね、でしかもワクチンが日本人の国民が全員分きちっと供給される保証はないんですね。でそういうことでワクチンができるまではロックダウンだなんて言ってると、それも本当の解決、ワクチンが出口かどうかわからないということがあります。でこの医者はもう集団免疫なんていう定義自体もですね、もうほっとけと、でみんなで免疫力を上げることの先決なんだというふうに彼は言ってるわけです。そして今の自粛規制は彼はもうナンセンスだと言ってるんですが、でもそれでも国民だから従わなきゃいけないんですね。でこれでまあこういった議論をしながら、これはちょっと私が整理してみました。未知の複雑系に謙虚に向き合う姿勢が必要だということで、ここでちょっと色で分けてますが、新型武漢ウイルス、そして他にもウイルスの世界にはインフルエンザ、SARS、MERS、それから確認済みのコロナウイルス、日本でも確認済みのコロナウイルスが 何種類かいるんですね。で、これの他に実は確認されてない無数の土着コイルなウイルスがいるんだということなんですね。で、この先ほど言った話についてあるお医者さんが私の発信を見てですね、いや、この新型コロナウイルス以外のコロナウイルスについて、すでに、きちっと PCR 検査は陰性反応をするというそういう、ことが証明されているので、この議論は間違いだというふうなコメントもあったんですが、これ実はこれ違うんですね。確認されたコロナウイルスであればちゃんとこれ遺伝子構造分かってるんで分かるんです。でもここで、この医師が問題にしているのは確認されてない、しかも変異を繰り返している 未知の亜種なんですね。でこれが問題なんです。で、で現場の医療の現場では、陽性反応していてもですね、間違った反応している可能性がある。そこで、改善をして、でさらに抗体検査っていう話も出てきてます。あとで少し触れたいと思います。で、それとですね、欧米と東アジアはかなり大きな違いがある、これも事実として出てきてるんですね。これどう考えるかと。で集団免疫で、まあ、長年人類っていうのはこのウイルスと共存しながら免疫を獲得して、そして発展してきた存在なんですね。でいい共存の仕方ってどういう共存の仕方なのかという唯一の真の出口はそこにしかないわけなんです。それを模索するために、これから日本はどう考えるべきかということを最後に少しお話したいんですが、まず私は欧米と日本の数字の大きな違いっていうのは無視できないと思います。日本と欧米は違うことが起こっているというふうに考えざるを得ないと。でこういう時はですね、状況特殊型のバランス判断と書いてますが、どういう意味かと言いますと、世界中どこでも当てはまる答えっていうのは実は解決策にならないんですね。普遍解に答えなしということがあるんです。やはり日本の状況に合わせたバランスの取れた判断しましょうということだと思います。で数字を見ますと、100万人あたり、人口100万人あたりの死者は一体何人だかということなんですけれども、欧州、イギリスやイタリアですと300から500人ですね。これに対して日本はなんと3人なんですね。もう2桁違うわけです。で、この2桁の差は、まあ、日本は衛生環境がいいんだと、土足で上がらないという、まあ、あるいは古来ですね、日本は衛生環境、きちんと疫病対策の生活習慣がついてるんだと。
あるいはですね、日本は国民皆保険だから、保険制度がしっかりしてるから、欧米とは違うんだと言ってる人もいるんですが、それだけでは説明がやっぱり無理があると思います。日本が欧米の道を、同じ道を歩むと考えるのは、非常にちょっと無理があるんではなかろうかなというふうに考えます。で東アジア、これ結構東アジアに共通の特徴で、例えば韓国ではテグですごいクラスターが発生した事件がありましたけども、あれ以外の場所は日本と同じぐらいの数字ですね。それから中国も武漢以外は大体日本と同じ、東南アジアも日本と似たような状況が見られる国々があると、でちなみにですね、先ほどちょっと抗体検査って言いましたけれども、これは報道されではですね、アメリカのニューヨーク州で無作為抽出で、これ標本調査なんで、これを標本調査っていうのは、これを標準的なケースとして全体に拡大するっていう、いわゆる統計的な手法ですね。これで抗体検査をしましたところ、 13.9% が抗体を持っているということなんですね。だから 13.9% の方々がすでに新型コロナウイルスに感染したことがあるっていうことなんですね。でもしこの数字、13.9 というのを仮に 10% だと仮定しましょう。それで、日本では先ほど言った亜種のコロナウイルスを含めて、もしこの抗体を持っている方が人口の 10% いたとすると、今は死者が大体300万人、日によって少しずつ増えてますが、とりあえず300万人としておきましょう。そうすると日本の人口、全人口が1億3000何百万人ですから、1200万人の人が抗体を持っているということになるわけですね。この統計と同じ状況があるとすると、そうするとこの死亡率というのが 0.0000 何パーセントという数字になっちゃうんですね。でこれはなんか弱毒性コロナで日本は亜種によって抵抗力がついてるのかなということも思わせるものなんです。でそこで出てきているのが BCG ですね。これも皆さんも聞いたことがおありかと思いますが、同じヨーロッパでも東欧の方はですね、数値が低い、それから南米ですね、で BCG を打っている国々は数値がみんな低いということなんですね。でしかしエクアドルは BCG を義務付けてなくて、ここは数値が高い。でスペインは義務付けてなくて高い、ポルトガルは義務付けていて低い、イランとイラクも同じような国なのに、イランは高くて、これは義務付けていない、イラクは義務付けていて低い、から東ドイツと西ドイツ、かなり顕著なこの差が出ていると。で疫学的な相関関係は 100% あるんだと、これは単なる通じ上の関係なんで因果関係が証明されてないんですけれども、しかし何かの理由がないと、この関係が出てこないだろうということですね。でこれも決して捨てきれない BCG 説というのがあるわけです。義務付けた国はですね、コロナに対して抵抗力が強いという、そういうことですね。やめた国は抵抗力は弱いと。ただですね、医療現場ではですね、もう肺炎が例年よりも急増しているという、こういう声、どういうふうにこれ考えたらいいのかと。でこれも、もともとさっき言ったようにスタッフが不足しているわけですね。で特に日本の場合、皆さんがワイドショー番組を見て、それで恐怖感に駆られて、でみんなこの病院に殺到する、まさに武漢でもそういうことが起こったわけなんですが、これを WHO はインフォデミック、情報災害と言ってましてですね、そういう要因が非常にあるんじゃないかという、そういう意見もあります。それでただ現実にですね、足元で社会不安がこの自粛措置の間でに増大してきているのということは無視できない。例えば犯罪ですね、これは聞いた話ですけれども、この反社会勢力の人たちが自粛措置でお金がなくなってしまって、それでですね、債権回収こうすごい動き出していると、ところがですね、返せない人たちはもう破産申請をしようとしてもですね、裁判所がコロナで閉まっていて手続きができないって苦しんでいる。でこの破産申請の手続きができないんで、実際は統計上にあられない倒産がすごい増えてるんじゃないかという話を聞きました。それからこの精神病院には精神病患者がたくさん訪れるようになってる、もううなぎ登りで増えてると、これいずれ自殺者が増えてくるっていうことになりかねないわけですね。でそしてロックダウンによるウイルス根絶っていうのは目標になりえない、先ほども言いましたけれどもですね、そうしたらですね、一体何をもってこの目標値とするのかと。でこの集団免疫というのを高齢者を見殺しにするという感情論を超えてですね、これは政治決断をやっぱり一定程度しなきゃいけないわけです。ゼロ根絶というのがない、どっかでその集団免疫的な発想で着地点を政治家は決断しないと
いつまでたってもこの問題が収まらない。じゃあどこで決断するか。その時にはこのいわゆる政治リスクがある、これをリスクを取れるかどうかが問われているわけですね、安倍政権にですね。ところが日本はこの非常に恵まれた条件にあるわけです。数字をこういうふうに見てきましても、感染力は欧米の100分の1なんですね。でスウェーデンはこのヨーロッパでは唯一集団免疫政策をやってるんです。ところがイギリスとかああいう国と同じような感染状況ですから、やっぱりこの集団免疫やってるとこの医療資源の制約で大変なことが起こるかもしれないと。でも日本はそうじゃないです。日本はできるんですね。こういう集団免疫的な発想ができる状況にあるということだと思います。でそこで私が、これ私専門家なので、責任持ったことは言えないのでですね、あくまで試案ということで、この着地点に向けた国民合意と計画をっていうふうにちょっと掲げてますけれども、この5月7日に向けて議論してほしいなと、専門家の間でですね。でもともと風邪は万病のもとです。風邪もインフルエンザも特効薬ありません。ワクチンだって完全に効くものでありません。お医者さんに聞いてみますと、風邪で来た方に、この人に、あなたインフルエンザですねとか、いやあなたただの風邪ですよっていうのは、相手の様子を見ながらですね言ってるらしいんですね。そしてくれるお薬もですね、絶対の特効薬ってないんですね。でこういうもんなんです、もともとウイルスっていうのは。で、そういう世界の中で 100% の解決ってないということを、まず考え、これをきちっと認識する必要があるんじゃないかと思います。そして重症者の対策を強化するっていうのは、これ一方で絶対にやるべきことですね。でも一方でこの状況をコントロールしながら2年程度コロナでと付き合うという覚悟を国民全体がするということも必要なんじゃないか。そしてその中で重要なのは、先ほど言った日本は備えが不備だった感染症防止システムの備えを強化すると、これについては国民負担の合意をきちっと取っていくということが、これも政治にとって重要な課題だろうと思います。そしてここに書いてませんが、私は免疫力強化国民運動をやってはどうかなというふうにも思います。でじゃあ当分の間なんですけれども、まず水際対策を維持しましょうということですね。日本は土着コロナで、数字が大きくなっているかもしれませんが、でも武漢コロナウイルスは怖いかもしれない。この水際のっていうのは、海外の状況を見ながら、障壁を下ろしていくスピードテンポを考えていこうと、これを一つやると。でじゃあ国内はどうするかというと、私は段階的なウイルスとの共存への道を歩むべきであろうということで、ちょっとこれ見にくいかもしれませんが、このフェーズ1、これが今の状況です。5月6日まで緊急事態宣言、4月7日から5月6日、接触率8割減ということをやってるわけですね。で私は今の現状を、私はポジティブリスト方式とネガティブリスト方式って考えると分かりやすいんじゃないかなと。でポジティブリスト方式っていうのは、やっていいことをはこれとこれとこれですよって挙げることなんですね。で日本の自衛隊はポジティブリスト方式で、これとこれとこれはやっていいと。でこれに対してネガティブリストっていうのは、これとこれはやっちゃいけない、あとは何やってもいいですよというのがネガティブリストで、一般に軍隊というのはネガティブリストなんですね。この議論はまたちょっと別の機会にやってますけれども、このフェーズ1というのはまさに厳しいポジティブリスト方式になってまして、これとこれ以外は全部ダメと。例えば食品を買いに行くのはいいけれども、レジャー施設に行くのはダメとかですね、食品に買いに行くのはいいと、それでいくつか挙げられて、それ以外は全部ダメという、こういう方式になってます。でこれを5月7日以降取れるかどうかですけれども、次のフェーズ2というのを考えるとすれば、この準緊急事態というのを考えられるんじゃないかなと。これ接触率8割減を、接触率例えば半減、これはとりあえずの想定ですから。でこの時には緩やかなポジティブリスト方式っていうのを考えるんじゃないかなと。条件付きでこれならいいですよっていうのを具体的に上げていくわけです。で国民が行動できるようにですね、今音楽イベントなんかは全面禁止になってますね。だけどこういう緩やかなポジティブリストであれば、私別にクラシックやってるから言うわけじゃないんですが、クラシック音楽の場合はいわゆるライブハウスみたいな感じじゃなくて、観客がもう演奏中は黙ってますから、例えばその、消毒液をちゃんと置いてですね、そしてマスクをしてとか、いろんな条件をつければクラシック音楽のコンサートはいいですよとかですね、そういうふうにですね、やっぱり区分けをしていって、できるものをはっきりさせると、それによって経済活動のを少しこう復活させていくというフェーズ2っていうのがあるんじゃないかなと。それからさらにこの状況を見ていって、今度はこの注意期間でとりあえず書いてますけれども、とりあえず接触率は2、3割減、分かりません、私専門家じゃないので。ただこの時の考え方は、
厳しいネガティブリスト方式への転換、これとこれとこれ以外ならやっていいですよと。でも結構やっちゃいけないことは結構あるわけですね。でもこれ以外はやってもいいですよ。そして状況を見て最終的な収束宣言の時は緩やかなネガティブリストになるんじゃないかなと。これだけは絶対しない。でその時にはもしかするとこの新型コロナウイルスがもたらす新しい社会、新しい人間の新しい社会のパラダイムというものに社会がシフトしているかもしれないですね。これが1年後になるのか2年後になるのか分かりませんけれども、例えばこの緩やかなネガティブリストってこれだけはしないというのがいくつかあります。これは私たちも日常であるわけですね。例えばエイズにならないためには抗抗腐しなければいけないってありますよね。それと同じことですよね。風邪をひかないために抗抗こういうことをやっちゃいけないとか多分あると思うんです。そういう世界に新型コロナウイルスが落とし込んでいかれる時が、本当の集団免疫であり、ウイルスとの共存状態の達成ではないかなというふうに思っています。こういう考え方で、冷静で実証的な科学的な議論がとりあえずこの5月6日に向けてですね行われることを期待したいと思いますし、またその後も続けていただきたいと思っております。どうもありがとうございました。